大声ダイヤモンドは日本の女性アイドルグループ AKB48 の楽曲。楽曲は秋元康により作詞井上吉政により作曲されている。2008年10月22日に AKB48 のメジャー10作目のシングルとしてキングレコードから発売された。楽曲のセンターポジションは前田敦子と松井樹里奈が務めた。 ジャパンエキスポ2009でのライブ AKB48 のシングルは当時はソニーミュージックエンタテインメントの子会社であったデフスターレコーズから発売されていたが桜の花びらたち2008をもって契約が打ち切られたあと配信限定シングルベビーベビーベビーのリリースを経て後段社の子会社であるキングレコードへ移籍した 大声ダイヤモンドは遺跡後発のシングルである。楽曲は2008年10月19日に初日を迎えた、チーム a 5ィフスステージ恋愛禁止条例で使用されているものである。楽曲のシングル版は、通常版と劇場版の2種類がリリースされた。通常版は U.B.E. クール、劇場版は New King Records のレーベルとなっており、後者は、 販路限定版でサイト、キャラーニを通して発売された。通常版、劇場版では、ジャケット、収録曲、付属 DVD が異なっている。また、特典として、通常版には、握手会参加券及びアナザージャケットが封入されて、おり、劇場版には、劇場握手会参加券及び生写真全90種の、うちランダムで1枚が封入されている。通常版、 劇場版ともにオフボーカルバージョンの収録はなく、大声ダイヤモンドの、各、チームバージョン、研究生バージョン、SKE48 バージョンが収録されている。楽曲は2008年9月15日に放送された、ベーフムの特別番組、ホリデースペシャルベーフムミーツ AKB48 サード、ステージリアルで解禁されたが、同年9月9日未明に、 編曲前の曲がインターネット上に流出した。アックス側は法的な処置を取る方針を公式ブログで表明した。また、流出後に決定したコンサートタイトル、AKB48 まさか、このコンサートの音源は流出しないよね。任用された。AKB48 の楽曲に SKE48 メンバーから初選抜された。 松井樹里奈楽曲を歌唱する選抜メンバーとして20人が選ばれている。5期生の北原里秀宮崎美穂、指原里乃の他に姉妹グループとして結成された SKE48 のメンバーである松井樹里奈の4人が初選抜となった。5期生の3人は4期生よりも早い初選抜となり、松井はレコーディングの時点では公演デビュー前で、 SKE48 の正式メンバーですらなかったが、11歳228日で、選抜入りし、奥奈美の持つ、シングル選抜メンバー選出最年少記録を更新した。前作の選抜メンバーから離脱した、菊池彩香の他に、中西里奈、梅田彩香、大堀恵が外れた。さらに、松井は、前田敦子と共に、 楽曲のセンターポジションを務めているほか、シングル版のジャケットも単独で飾っている。AKB48 以外のメンバーがジャケット写真に起用されたのは本作が初めてだった。楽曲のキャッチコピーは大声で叫べばダイヤモンドになる。CD などに印字されている大声ダイヤモンドの文字はチーム系のオノエレナによるもの。AKB48 はこの楽曲を境に グループとしての方向性が大きく変化したとされることが多く、作曲者の井上義政は、AKB の存在を全国に知らしめる最初の曲と評している。秋元康氏は、大声ダイヤモンドぐらいからメンバーと同年代の特に若いファンが増えてきましたと述べている。AKB48 結成当初からの主力メンバー、高橋みなみも、この曲あたりから、 ファンの方々がどんどん増えてきてくださったような実感がしてきたと語った。渡辺真由もこの曲がターニングポイントだったと振り返っている。楽曲には英語バージョンも存在し、フランスビル・パントでのジャパン・エキスポ2009、ニューヨークアニメ・フェスティバル、フランス・カンヌのミップコムにおけるライブなどの日本国外公演で披露された。英語バージョンのメインボーカルはメンバー内で英語 比較的得意とする、秋元さやか。ジャパンエキスポ公演一週間前に、参加予定メンバーが集められ、英語で一曲全部歌えないと連れて行かないと告げられ、練習した曲のため、選抜メンバーでも日本国外の公演に、参加経験のないメンバーは歌えない。ライブでの、スキーコールは、当時、チーム B メンバーだった、浦野和美が、シアター公演で呼びかけたものである。 楽曲は2011年8月26日放送のミュージックステーションで披露されている。2017年に放送された第68回 NHK 紅白歌合戦の歌唱曲目投票企画において本曲は3位となり、視聴者が選んだ夢の紅白 SP メドレー3曲のうちの1曲として松井樹里なセンターで歌唱された。ジャケットの写真は通常版。 劇場版どちらも、松井樹里奈が起用されている。通常版のジャケットは、大声ダイヤモンドという楽曲名にちなんで、松井樹里奈が大声で叫ぶ姿であり、この時叫んでいるのは、マリコ様である。これは SKE48 に加入して間もなく、AKB48 の選抜メンバーに選ばれたため、雰囲気に馴染めなかった、松井樹里奈に、最初に声をかけたのが、 シノダ・マリコであったからである。楽曲は、オリコン週間シングルチャート最高3位を記録した。ビンゴ、僕の太陽、ロマンス、イラネでの6位の記録を更新し、初めてトップ5入りを果たした。PV 撮影が行われた、文化学院、大声ダイヤモンドのミュージックビデオは、桜の花びらたち2008以来となる、高橋英樹が監督を務めている。ビデオは、 ショートドラマ地立てで、架空の高校、松岡女子高等学校の文化祭において、行動での出し物として、AKB48 をやる女子高生を演じるのが、AKB48 という設定。2年 B 組の生徒が、文化祭で、大声ダイヤモンドを一緒に歌う有志を募集。集まったメンバーが PV を見ながら、自主練習を始めるものの、ものにならない様子を見かねた。 校内ダンスグループメンバーも参加、指導を買って出るが、参加はしたものの飲み込みが悪く、さらに受験勉強を気にして、練習に身が入らない生徒とダンスグループリーダーが、教え方をめぐって、喧嘩、本番当日に、前田が姿を現さない中、イントロが流れたのメンバーは慌てて、行動のステージに立つ、というストーリー展開になっている。喧嘩のシーンでは、当事者の宮沢、 前田以外のメンバーには叩くシーンが伏せられた状態の台本が渡されており、宮沢、前田両名にのみ渡された台本には、そのシーンの公害を禁じる監督のコメントが含まれていた。撮影には、選抜メンバーを含む収録時に在籍していたメンバー69名、SKE48 松井ジュ里奈のほか、ステージシーンの観客エキストラとして、 一般の女性も多数動員されている。撮影は2008年9月に東京都千代田区神田する台にある文化学院の入り口付近、行動、廊下、教室、図書室、ラウンジなどを使って行われたほか、松井樹里奈が階段を駆け上がるオープニングシーンの撮影は同校近くの明治大学猿学長校舎の間にある男坂で行われた。 楽曲は以下のメディアで使用された大声ダイヤモンドありがとうございます。